そんなことないよ。吉野、こっちの大学も受験するの？そりゃそうよ。今のところ大阪帰ってくる可能性高いし。あれ、俺今さらっと振られた？それ言うなら、私あんたのこと割とずっと振ってるわよ。ハート強すぎだろ。あ、そうだ、なんか鍵貸して。鍵？新しいの作ってみた。あ、昨日あげたのさすがに埃だらけだったし。でも昔より下手になってて。よくは、はい、あげる。あ、そろそろ着くから行きましょう。I can never get a read on him, bro. 明日の合同ボランティアもよろしくお願いします。迷わずに来れてよかった。私地図読むの苦手で、二人のおかげだよ。Oh, sir, cousin, yeah. いつでも言ってよ。卒論の資料探しもまた手伝うしな。あ、そういえば、ナオって今日の飲み会来る？うん、行くつもりだけど、どうして？あー、いや、ミクがさ、なんかナオが今日朝帰りだったとか言ってたから。あ、でも仕事だったんだな。 No, that's not the cousin, that's the... ミクがこっちに男いるんじゃねえかとか言うからさ。まさか。No, she was cousin. That's the actress that he was sleeping with the other day. また夜に会おうね。バカみたい。私があんな劇薬みたいな男に本気になるわけないじゃん。まもなく藤戸女子大学前。藤戸女子大学前です。Yup, but he there too.We just got off the bus to follow them. すみません、あの、塩田奈央ちゃんですよね。やっぱそうや。やば、本物めっちゃ可愛い。あの、一緒に写真お願いできますか？ありがとうございます。You lost track of them, didn't you? すみません。Oh shit, no, she came with him. ちょっといいですか？ Well, it's not expecting it.高校生に声かけられてたから、てっきり大学の人かと思って。私マジで方向音痴で、学生課の場所分からなくて。気にしないでください。多分方向一緒ですし。私も人からよく見られる方だと思うけど、自分が他の女に勝ってるかどうかとか考える必要もないって感じ。 She don't care. So nasty. What do you mean? 遠方から来られたんですか？Alright, not you being a hating ass bitch from the side, like, from the side chick perspective. やっぱり私も東京から来たんですけど、あなたのことどこかで確か知り合いと一緒にいたような。え、知り合いってもしかして三山桐島？あ、そうそう、三山くん。本当に桐島の知り合い？まあ少しだけ。そんなあっさり名前出す？相当バカ。あなたは？桐島と付き合い長いんですか？あ、いえ、そこまで親しくないんですけど、昔同じ小学校に通ってて、港葉山っていう私立の学校で、三山くんその頃から目立ってましたから。あの、それって桐島の家が特殊だから。知ってるんだ。うん、それもありますけど、でも三山くん、もともとご両親は普通の方のはずなんで。え、両親？あ、すみません、桐島って親いるんですか？多分普通にいるかと。私立の学校でしたし、ご両親もその、そういう方ならきっともっと噂になってます。なるほど。いや、そりゃそうですよね。あいつも人の子なんやの。なんか桐島のこと詳しいですね。いや、三山君本当に有名だったので、そのいろいろあったらしくて。それって暴力沙汰を起こしたってやつですか？それ詳しく知ってます？いや、そこまで詳しくは。ただ小学校の近くに割と有名な空手道場があって、三山君も通ってたらしいんですけど。 Oh, that's why he's so good with the martial arts and hand-to-hand shit. かなりひどい怪我を負わせたっていうのは本当かと。うん、あそこみたいなので、私はそろそろ。あ、そうですよね。あ、どうもすみませんでした。いえ、でもできればこの話は三山くんには。あ、もちろん、ありがとうございました。それじゃあ。あの、すみません。
最後にもう一つ聞いてもいいですか？ Oh. ほんまに教えてくれるとも思わんかったな。Did you really just get her a number like that? 何でも何が？あんたさ、塩田奈緒って子を知ってる？いや、誰？昔ちょっとテレビとか出てたらしくて興味かけてんけど。なんかあったんすか？ああ、心配せんでもなんもないって。っていうか、東京でいつも二人やねんで、いつも通りやったよ。明日も大学見学行くんすよね。夕方から俺も合流するんで、試験明日までやし。なあ、いや、だからいいって、試験勉強しろや。さっきから食ってるだけやんけ。なんとかなる。なるか、ボーゲ。あ、やっぱ神戸、ラッキー。不動産得意分野や。何がすか？あんたも来る？どうせもう勉強せえへんのやろ。どこ行くんすか？神戸。 Where is she going? 見た目は派手だけど中身空っぽっていう感じだったし。桐島くん、女の趣味変わった。なお、気分でも悪い？うんうん、大丈夫。ありがとう、ホズくん。最近俺のこと避けてるよね。もしかして噂聞いた？ Rumors。 ひどいよな。確かに俺が女の子紹介したけど、女の子って話盛るから、あることないこと言われるし。なおもそうだろ？え、卒論男に手伝わせてるって。別に私は手伝ってなんて言ってないから。まあ、なおはいつもそうだよな。寄ってくる男、相当うまく使いこなしてると思うよ。オズくん、たまに感じ悪いよ。もう別れてるし。She's already said it. 私にあまり絡んでこないでほしいんだけど。いや、褒めてるんだって。俺も寄ってくる女使ってる自覚あるし。でもまさかあの子が警察沙汰にすると思わなくてさ。一生の金づる手に入るチャンス、自分で不意にしたんだぜ。何言ってんの？ I don't think she... You're safe. 噂聞いたんだろ？俺が無理やり周りのやつに事務所の女紹介させられてるって。おお、見るからに売れなさそうなタレントとかモデル志望を太い客に紹介して仲介料もらってるだけ。あの女も金持ちのバカ息子を脅してやるくらい度胸あれば、この先永遠に金絞り取れただろうに。何？なんで私にそんな話？お前、深山桐島と寝たんだろ？何それ、誰かと間違えてない？お前もよくやるよな。 You did not do well to hide that shit either. ヤクザと付き合わねえよ。だから私じゃないってば。こっちには写真も。 You got pictures and video. それにお前、アメリカ行った時マリファナやってない？2年前の7月に大学の同級生と。私そんなのやってないわよ。実際やったかやってないか、ヤクザとネタがどうかなんてどうでもいいんだよ。その場にいたっただけで俺ならやったことにできる。He tried to ruin her fucking life. 私に何させたいの？話早くて助かるよ。やっぱナオは頭いいよな。明日俺が指定する場所まで深山桐島呼んだよ。 Oh no. もちろん本人には気取られるなよ。桐島とつるんでるヤクザの孫娘も一緒に呼べ。そしたら全部なかったことにしてやるよ。おお、そんな女知らないわよ。霧ヶ谷組の幹部の孫だよ。聡明組の組長の孫。ああ、いいじゃないですか。ああ、不器用。ノー。もし自分の男を売るみたいで罪悪感感じるなら、それこそ必要ない。お前がヤクザとつるんでるって情報流したの、他でもない深山桐島だからな。お前。あいつに売られたんだよ。まあ、今更後悔してもどうにもならないから、よろしく頼むよ。That's insane. 向こうにある天宝山っていうのは、標高5メートルくらいしかないの知ってた。うん。え、マジで張り切って言ってもらったわ。Hold on, bro. It's been a few episodes we had anything like who's and shit related happening, but hold on. They tried to off both of them while they out on a fucking vacation and shit? 水族館よ。同じ学校ならあるってことか。今日は質問が多いね。趣味とか好きな食べ物の話とか。お見合いみたいだ。こっちはそのつもりで話してたし。え、
普通最初にそういう話するもんでしょ。今までそこすっ飛ばしてたのがおかしいのよ。結婚する気さらさらないけど、何も知ろうとしないのもフェアじゃないと思って。でももういいや。あんたって嘘はつかないけど本当のことも言わないのよね。ま、あんたらしいっちゃらしいし、あと8ヶ月今まで通りそれなりにやっていきましょう。ちょっと。Oh, hold on. No! No, we can't ruin this moment like that. ごめん、マナーモードにするの忘れてた。少しここで待ってて。今日元気ないね。大丈夫。No. ごめんね。今日も用事あったんでしょ。いいんだよ。君の方が大事だ。No! Nigga! 彼女より。ソメイヨシノ。He knows. 昨日たまたま見かけたの。フジト女子大の前で。驚いた。いや、知ってた。You knew? まさか連絡先まで交換するとは思わなかったよ。君が教えたの？いつか使えるかもしれないから。なんで知ってるのよ。わざと引き合わせたってわけ？いや、でも君の予定を聞いて出くわす可能性はあると思ってたよ。どうせなら彼女といるところ見られた方がいいとは思ってた。 What are you really up to then? オズケントに言われてきたんだろ。君から連絡が来てほっとしたよ。俺に万が一情でも移ってオズ君の指示無視されたりしたら骨折り損だからさ。はめる相手がクズだと罪悪感も湧かないだろう。もしかしてあのスマホの写真わざと見せたの？ナオなら見てくれると思ったよ。Oh, shit. わざわざ自分で自分にメッセージ送った甲斐があった。あれがスマート。揃いも揃ってクズすぎて死んでほしい。あの噂もやっぱりあんたなのね。噂？事務所の先輩が AV 女優になって蒸発したの。あんたが関係してるって。ああ、あれ。あんたも大相撲、金になれば何でもいいわけ。どうせグルなんでしょ。君本当に大津くんのいいカモになっちゃってるね。確かに君が俺と付き合ってるって彼に教えてあげたのは俺だよ、間接的にね。それに君の言ってる女の子とも親しかった。でも彼女の蒸発に関わってるのは俺じゃなくてその大津君。 Oh, shit. 周りがろくでもない人間だと誰だって消耗する。彼女、躁鬱がだんだんエスカレートして一度地元に帰った方がいいって話したのが3ヶ月前。でもその1ヶ月後、新しい事務所に行くことになったって嬉しそうに報告してきた。俺が違う事務所紹介するって説得したけど連絡がつかなくなって、その後 AV デビュー。And the disappearance. それはオズケントがやったって言いたいの？ Of course he is. この1、2ヶ月の間に俺の知り合いの女の子に同じようなことが3度あった。君が4度目。You're the fourth. オズ君からなんて言われてここに来たの？深山桐島と付き合ってたことなかったことにしてやるから、代わりに指定した場所に連れてこい。マリファナは？俺のことがなくてもオズ君は君を恐喝できたわけだ。狙いは最初から君。俺もこのところしつこく嫌がらせされてたんだけど、それは後ろにいる奴らとたまたま利害が一致したんだろう。オズはそいつらに使われて、君はオズに使われることになる。 Okay, I figured he was using you. 君このままだと一生オズケントの犬だぜ。どうしようって言うのよ。そもそもあんたが私を餌にオズケントを釣ったってことでしょ。俺がそうしなきゃ君もっと面倒なことになってるよ。それにお互い様だろ。君と付き合ってたのは人脈構築のための先行投資だよ。そして君も俺の人脈とヤクザっていう使い勝手の暴力装置が目当てだ。 He not wrong. そろそろ行こうか。オズ君の指定した場所教えてくれる？あの吉野って子はどうするの？あの子もう先に向かってるわよ。何のこと？あの子もオズのところに連れて行く約束だった。話したいことがあるからって彼女に連絡したのよ。いや、君はそんなメッセージは送ってない。送ったわよ。なんなら見る。
吉野のスマホに連絡があればこのコピー機で俺にも分かるようになってるんだ。スマホ？私が送ったのはタブレットの方よ。タブレットに連絡してくれって昨日本人が自分から友達申請してきたの。おあ、もしもし、霧島？そんなところで何してるの？まあ、聞きなさいよ。そこに塩田直って子いるわよ。その子が指定してきた場所、小津健といないから。どういうこと？今、私の目の前にいるってことよ。Ayo, hold on. The story is getting really fucking good and hard to keep track, but she's in on this shit too. So she's not going to the fucking trap. Okay. Okay, I'll give her more credit now then. Hold on.